立憲民主、国民民主など野党は先週水曜に毎月勤労統計の不適切調査問題テーマとした合同ヒアリングをですね、国会内で開きました。そして2018年1月から11月の実質賃金の伸び率、大半でマイナスになるとの試算を示しました。厚労省は先月23日、不適切調査問題を受けて再集計した実質賃金の伸び率を公表しました。これによると3月、5月、6月、7月、 11月この5ヶ月で前の年同じ月に比べてプラスでした野党のさんですとこれに対してですね野党の試算は6月と11月を除いて全て前の年同じ月に比べてマイナスでした厚労省の担当者野党の試算について同じような数字が出ることが予想されるとして事実上認めているということなんです安倍総理これまでアベノミクスで雇用や所得改善した点 強調してきてきいます野党はアベノミクス偽装だとしてですね、えー、追及を強めるということなんです。これ、どっちが正しいんだとか、ね、いや、あの、えー、簡単に言うと、2018年は、はいはい、あの統計のミスを全部直して、はいえー で、どーんとその差分ね、今までごまかしてた分がどーんと差分出たんで、2018年は差が大きくてマイナスになるんですけど、はい、それ以前は、えー、少なめに集計してたんでプラスになるってそれだけの話です。はい。で、大体ね、全期間通じてプラス0.6%ぐらい、えー、あのー、まあ、上振れするんじゃないかと。はい、だからもっともっと賃金伸びてたっていうのが隠れてたと。うん いうことになるんじゃないか。でね、ええ、簡単でね、これ理由は、はいええ、あの、本来だったら全数調査するところを3分の1しか調べなかったんですよ。はいええ、で、3分の1しかサンプルしなかったら、それ3倍すればよかったの。はい、サンプル調査でもね。3倍すればほぼ誤差なかったんだけど、はいええ、3倍すん、はい、倍するの忘れて、 足しちゃったんですよ。だから、給料が3分の1しかないっていう前提で集計されてるので、めちゃめちゃ低めに出てるんです。で、それを、え、2018年に直したんで、直した時だけドーンと、はい。高めに出たから、それが実際にも高いじゃないかって言ってるんですけど、それ発覚したから分かった話でね。ね。で、これおかしいんですよ。で、あの、確か、あの、維新の、あの、会の足立さんがね、言ってましたけど、そもそもこの統計偽装を、 ね、ちゃんと暴いた政権と、ね、統計技術やってんの気づかないで3年半スルーしてた政権。どっちがいいのと。うん。で、民主党政権の3年半っていうのは、こいつら全く気づかないでこの統計、ね、無視してたわけでしょうこれひどいですよね。で、これ民主党政権の時もちゃんと集計した方がいいですよ。もっと低くなってたかもしれないあ、まあでも3分の1しかやってないんだったらあれですね。その時もちょっと高く出るかもしれないですけども、まあそういう話です。これが一つね。あともう一個大事なことは、実質賃金がマイナスって言うんですけど、ね、実質賃金いくらですか寺島さん。ええ。 実質賃金。先月の実質賃金いくら、ええ、例えば月給30万の人の先月の実質賃金っていくらですかええ、まあき。すぐには。言えないでしょ言えな、えはいでしょこれね、計算できないんです、はい、誰も。つまりね、実質賃金なんか見て、ええ、消費を増やそうかどうか考えてる人は誰もいない。ってことです。えーはい、で、あの、人々が給料をもらうときって、えー、例えば月給30万円が31万円になったら嬉しいじゃないですか。はい でしょ、ええ、実質賃金っていうのは、月給30万円のままでも、上がりました、下がりましたって言えるんですよ。はい、これなんでかっていうとね、物価で割り戻すだけですから。ええ、はい。物価が下がるとね、ええ、実質賃金上がるんです。はい。つまり、デフレ政策を全力で、邁進すると、ね、あの、推進すると、実質賃金上がっちゃうんです。はい、ええ。で、民主党政権下ってデフレ進んだでしょだから実質賃金高いんですけど、ええ、でも、デフレでハッピーでした だからね、こんな指標なんかもう何の役にも立たないんですよ。実質賃金っていうのは、ま、ああの、後で出てくるね、あの、ま、あ遅効数みたいなもんで、あの、後から出てくる、ま、あなんて言うんでしょうね、ま、あ実際にはこうだったんだよと、ま、あ参考値程度思もんで。もらった給料で、あとはその物価で増減する。そうそうそう。するってことですね。でしょだから、あの、もらった給料の金額がいくらかってことしか基本的にはみんな見てないですし、消費を決定するのはそこなんです。名目賃金なんですよ。で、実質賃金なんてね、あの、給料もらった瞬間、いいちち計算 してるやつ誰もいないし、はい、ね今<や>あの働いてる人まあね何千万人いますけれども、その人たちの中で実質賃金を常に気にしてる人なんて誰もいないので、はい、もうこんなことやっても無意味なんです。えー、民主党政権下では給料下がって失業増えた以上、はいはい、で安倍政権では、えー、ね給料増えて、うん ね、まあ、名目賃金ですけど。はい、え、増えて、あのー、えー、ま、働く人増えましたと。で、給料増えたってどういう意味かというと、失業者で給料ゼロだった人が、プラスになったわけでしょめっちゃ給料増えてんじゃないですか。えー、ただし、失業者で労働市場に戻ってきた人ってのはみんな新人ですから、給料安いでしょ平均すると平均値下がるんですよ。はい、平均下がったじゃないか、って、アホみたいなこと言ってんのが、今のこの立憲民主党とか国民主党がこいつら。えー、だかもう、経済ど素人なんです。こんな奴らに、もう日本経済舵,舵取り任せたら大変なことになりますよ。えー だから野党がね、ダメとかなんとかで僕が言ってるのは根拠があるんですよ。はい、もう言ってることがもう経済音痴なんですよ。はい、自民党いいかね自民党だってダメですよ。だから僕岩盤規制て本書いたでしょはい。自民党もダメだとかいっぱいあるんですけど、はい。それ以下のもう本当幼稚な批判しかできないんですよ。はい。ね。例えばまあ10人しか国民がいなくて5人しか働いてなかったら、5人分の平均値が、 ね、まあ平均給与になって、はい、それ物価で割り戻したら、実質賃金なんですよ。はい。ね。で、もう5人働き始めて、この人の給料が新人だから半分だったら、平均値下がるでしょはい。平均下がったとこ物価で割り戻したら、それは実質賃金だって下がるぜと。うんうん つまり雇用が増えると実質賃金って下がっちゃうのね、統計上は。はい、でそんなテクニカルなことを賃金下がった、うん、賃金下がったってプロパガンダに利用するって、君ら何考えてんのと。<ー>本当に日本経済良くする気あるのと。私は、だから、それが問題だということで、野党を非難してるんです。うん、はい。はい、あの、今回の統計偽装問題もね、あの、統計に関する予算が大幅に減らされて、えー、小泉内閣の時ね、10万人あたり5人ぐらいいた、その統計関係のね、はい、ええまあその、役人がですね、うん、大体今2人ぐらい、うん、半分以下に減らされてるんですよ。えー でこれね、先進国のね、平均水準で見ても一番少ない、ドイツよりも少ない感じですね。ドイツの半分ぐらいなんで、これも、まあ、起こるべくして起こった問題かなと。で、あとね、日本の統計調査ね、全数調査しなくていいものも全数調査でやってるもの結構あるので、あの、統計の専門家を入れてですね、サンプルで済むものはサンプルで済ますみたいなことで、まあ、予算のスリム化を図るとか、やれることいっぱいあるので、やっぱり統計専門官庁の設立が、 必要じゃないんですかはあ、はあ、うん。えー、と思いますけどね。あの、統計間違ったらやっぱ国のあのー、まあ、政策決って間違っちゃいますから、うん、まあ、そういう意味ではやった方がいいんですけど、はい、まあとはいえね、まあ、今回の、あのー、えー、この調査ね、はい、あの、実質賃金がーとか言って騒いでる人いますけど、えー、実質賃金っていうのは、 え、皆さんがもらってるお給料の名目金額を物価で割り戻したものですから。はい。ね。ってことは実賃金上げるには方法は二つあって、本当に景気を良くして給料上がるか、もしくはね、もうデフレを徹底的に進めて物価上昇率下げちゃうんですよ。そうするとね、これマジックでね、実賃金上がるね。で、民主党政権の時って、あの、あいつら無策で、デフレすごい進んだでしょ。うだから見た目の実賃金上がったんですよ。でも皆さん生活実感としてめっちゃ苦しかったでしょ。うん。だ実賃金なんて関係ないんですよ。実質実賃金上がってもね、全然ね、生活はね、あの、豊かなりません。はい。 これはなぜかというと、ただの統計の数字だからです、えー、で、誰も実質賃金いくらかって知らないでしょ、はい、先月の実質賃金いくらだか知ってます、えー、いや、だって物価変動を加味してなんてやりませんからね。やらないでしょ普通。えー、だから、あの、ま、人々のね、消費行動ってのはほとんど名目賃金ね、実際もらえるお給料の金額で決まるので、はい、名目値が上がるか下がるかってだけですよ。はい、で、一番大事なのは、やっぱ失業してて給料ゼロの人が、職場に復帰して給料がプラスになること。うんはい、これすごい大事なんですけど、たくさんの人が復帰すればするほど、あの、復帰した人の給料安いですから、うん、ね。 平均値下がっちゃうわけですよ、えーで。平均賃金下がった、まあ、ほぼほぼイコール実質賃金下がったと同じなんですけど、はいまあ、こんなバカな批判してもしょうがないでしょ、えー、本当に野党が的外れで、もうトンチンカンだなと。うん、批判するならそこじゃないんだよと俺が教えてやるから金来、はい、いよって感じなんですけどね。